6本目こちらです裏列ですプレイしててていいいるるに一番印象残ってるエピソードを教えてください先ほど話したね岡野さんの話も、まあ、<laughs> すごく印象には残ってるんですけど、はいまあ、プレーしている時にやっぱり一番印象に残ってるのは自分が出てない試合でもね例えばアジアチャンピオンズリーグ初めて優勝したりとか、はい、天皇杯を2連覇したりとかー、えー、リーグ優勝もしましたし優勝するっていうことをこう立て続けに経験できたっていうことに関してはすごく印象深いというか当時は強かったのでなんかそれが当たり前のように感じて 感じてましたけどわやっぱり簡単なことじゃなないんだなっていうのは改めて感じますよねこの前も安倍選手の引退試合で、うん、トゥーリオさんが大活躍されてましたけどもうトゥーリオ選手っていうのはもうロッカールームでもあんな感じに勝ち負けに激しい方なんです、うん、いやもうすごかったっすよもう <laughs> 何回キレられたか分かんないぐらい怒られましたし、うん、だけどそういうチームでしたしねみんなも個性強かったんでやっぱり言い合いも当たり前に。 あるし、本当に勝つことに対しての執着心、練習に対してもそうですし、癖強い人しかいないみたいな感じでしたよ。まあメンツすごかったもんな。続いて一番この質問が多かったです。2006年簡単天皇杯決勝でのポンテ赤星ポンテマリッチの見事な決勝これは今でも忘れられません。あの日のプレーは覚えていますか？覚えてますね。なんか多分これでマリッチがチーこう対談するって決まってたんですよね。 彼マリッチが来た時って、まあ、ポンテもそうですけどエメルソンがいなくなった後だったんですよ。チームとしてもすごい勝ってた時期ですし、まあ、マリッチに対しての期待も大きかったってことでメルソンの後引き継ぐってなかなか大変だと思うんですけどこの時期すごいこう最後ら辺になって点も取り始めて結構こうチームにフィットし始めた段階で契約が切れるっていうふうになってたのでうん、うん、本人にとっても難しい複雑な気持ちはあったと思うんですけど多分浦和もこれ多分天皇杯初優勝だったんですよね。自分としても あのマリッチに対してもそうですしこう、チームの初優勝に貢献できたっていうのと、いい形でね、途中から自分も出てやれたっていうのと、まあ、僕は清水エスパルス、ジュニアユース出身なんで、やっぱり今でもエスパルスの当時、試合見てたサポーターの形で、これはっきり覚えてるんですよね、やっぱ決勝、清水だったんで、いやー、でも忘れないよみたいな、あの清水を裏切って、これは俺やってるっていうのをもう忘れないよって言われて、今でも言われますよ。 はい、地元だと言われてしまうと、はい、これ試合終わった後僕細貝と一緒にこのグラウンドね挨拶したり回ってたんですけどめちゃくちゃ裏切り者って言われてましたからね <laughs> <laughs> みたいな、そうな,なみたいな。いや,いや、またたまんないわな、それ、サポーターにしやな。ああ清水からしたらアカデミーが育てていくっていう意味で、僕を,を追っかけてくれてましたし、清水からもありがたいことにオファーをいただいてたので、断って浦和に行ってるっていうのもありましたんで。うん、ありがとうございます、浦和のために手の杯決勝を飾していただいて、手の杯をパッしましたんで。いやいやいや これで来年の ACL につながら勝ったってことですよねそうです5、ね、個目がこちらです赤星さんがポーランドでプレイした時にポーランド代表入りを打診された ののよううな噂がが当当時あったでですが、うん、本当でしょうかと具体的になってくれっていう話っていうよりかはまあそういった経緯の話を当時の代表ではないんですけどチームの監督からとかまあ周りの人たちが少しそういう気化してどうだみたいなことをちょっと打診されたんですけどまあ自分の中でまだ26とかで日本代表ももちろん目指して頑張ってましたしいやー気化はちょっとみたいな感じで答えたっていう経緯はありましたね。えー、この噂は今だからだお話できる まあまあこういう話があったっていうのと移籍せずに5年間プレーしたらそういう条件を満たせるんですよね確かにだからそれもあってそういう話が出てきたっていうのもあったんですよね違う世界線だったらポーランド代表としてやってたかもしれないとワールドカップでね後にやってたかもい、まあ、<laughs> あの試合で赤星と衝撃だったなそれこそ裏切り者だお前ってどうなってんだみたいな 俺たちロシアで絶叫してたりしてんか日本の誇りを打ったみたいな言われそうで<笑><笑>で9番目の質問に行きます学南 F エフモスペリオ今こう所属されているチームはどんなチームでしょうかという質問をきておりました、はい、チームとしては今静岡県リーグの中で、はい、まあ一応今年優勝してまあ去年も優勝したんですけど 去年はコロナ禍で総会今度は2部リーグに上がる昇格戦っていうのがあるんですけど、それがあのコロナのせいでキャンセルになってしまって、入れ替え戦できなかったんですけど、今年は12月の3、4に。 入れ替え戦というか昇格戦をやることが決まっていてそこで勝てば東海二部に上がるっていうことで僕がいる静岡県の富士市富士宮市をこう、うん、学南地区っていうふうに呼ぶんですけどその地区をこう盛り上げていこう地域を活性化させていこうっていう目的でやっているサッカーチームっていう感じですかね最後これも多かったです今の浦和オービーとして一言お願いします、うん、僕が浦和を離れてからもやっぱり気にして ま,あ当時ね、まだ浦和でプレイしてる僕の友人もいましたしずっとこう浦和を追っかけてきてるっていう中でまあ ACL 取ったりとか合間合間にいろいろありましたけどやっぱり僕らがあの時こう強かった浦和にはやっぱりまだまだ届いてないのかなっていうのは僕はやっぱ感じていてどうしてもやっぱりあの頃に戻っていってほしいなというかまた。 浦和っていうクラブは、あそこまでやっぱりチームを盛り上がったわけだから、常に優勝争いするチームでいてほしいし、もう日本のチームといったら浦和レッツだっていうふうにこう、常にトップ3、トップ2に入るようなクラブに、帰り咲くって言いうもおもかしいですけど、まあ本当になっていってほしいなっていうふうには、いつも思ってるので、引き続き本当に応援していきたいなと思ってます。俺たちが言うことじゃないけど、ありがとうございます。<laughs> い,やい,やいやいやいや。ぜひ、いつの日か、 裏にも戻って,きていただいて。そうですね。はい。また、行きたいと思います。で、どうしてもユージさんが。一つ。はい、あ。十個。なんですか、で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 。一つ、どうしても質問したいってんで、ちょっと順位目になってしまうんですけど、すいません。いやいや、全然。二千八年。と、帰ってきた時の経緯と、割とすぐ出ていっちゃったじゃないですか。あん時って、どんな感じだったんですか。時系列でいうと、二千八年が、一シーズン水戸で。ね 4 1 41試合活躍されて2009年の途中に山形に移籍されたということなんですなんかてっきりね結構出てっちゃったんだよね長谷部とかが出てっちゃってあ<ー>あそうで,す、ね、で赤星戻ってきてその埋めてくれんのかと思ったら割と出てっちゃってあれって思った感じがすごいなんかあったんですけど僕としてはやっぱり、まあ、1年目先ほど話があったみたいに天皇杯優勝して。 はい、2>, まあ2年目頑張りたいっていうところで少し怪我なんかもあって自分的にうまくいかなかったってこともあって、うん、ちょっと3年目。 まあ、修行してではないですけどちょっともう少し試合間試合に出て成長してまた裏に戻ってきて試合に出たいなと思ってたんですよね。そういった中であのチームからも、まあ、1年僕通して水戸で試合に出ることできたので、うん、戻ってくるだろうって話をいただいてぜひ、はい、戻らせてくださいっていうことで戻ったんですけど、まあ、当時やっぱりはピンケ監督に変わったタイミングだったんですよね。 やっぱりあ,、はい、あのタイミングで結構選手が抜けちゃったっていうのもあって決してフィンキー監督のやり方がどうこうとかじゃなかったんですけど、はい、やっぱり当時、まあ、先ほど話したみたいに浦和の黄金期というか、うん、そういう時代から、まあ、選手が徐々に抜け始めてこう転換期に回り始めるタイミングだったんですよねドゥリオさんが名古屋グランパスに行ったりとか永、はい、井さん離れたり相馬隆仁選手とか、まあ、いろんな長谷部君もそうですけどみんな結構多分離れていったんですよね。はい 当時の社長だった犬飼さんのやっぱ手腕というか、ね、いろんな選手を集めて優勝するってことで強くなってたと思うんですけどフィンケ監督になってあの山田直樹選手だったり今湘南ベルマーレの今でもね元気でやってる選手たち、まあ、原口元気もそうですし、まあ、そういった才能の、ね、ある選手たちもまた。 入ってきてき今でも現役でねやってる選手たちなんで監督としても結構こう若い選手を結構使うというか比較的そういう傾向になってあとはまあボランチのところでの競争率やっぱ高かったので。 僕としては、メンバーとかには入れてもらったりはしてたんですけど、もう少しコンスタントに試合に出たいっていうので、まあ、山形に行ったっていうのがあった感じですかね。山形からオファーが来たんだそうなんですね、山形からは、もう、水戸から浦和に帰る時には、ちょっと話があって、もともと。でも、う,ん、もうまあ僕の中では浦和で試合に出たいっていう思いもありましたし、そういった経緯で山形に行く、またチャンスが半年後にまだあったっていうのが。 あましたね。当時は2008年から小林信二監督が切られていて、2年目なんでそういう連続でオファーがあったという感じですね。そうですね。まあ2年というか半年後にもあまだ、はい、はいはいそうですね。うん、はい。すみません、聞きにくい話を。<laughs> <で>ありがとうございます。ええー、いいです、どういいです。ウラギチャンネルの方がチャンネル登録していただくと、はい、次の動画編集頑張りますので。 ぜひチャンネル登録まだの方お願いいたします。いやー、本当ありがとうございました。話ありがとうございました。ま,ま,また来てください。いはい、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。